はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画644回目は2012年発売ロンドンデック2012シルバーです。金銀銅の銀色のやつですね。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。ロンドンデックのシルバーですね。横面は何もなし、反対側も何もなし、平面も何もなし。クロージャーシールはシルバーにしたかったんでしょうけど、ライトグレーですね。続きがこう12の真ん中なので01と表示されています。で、下面がマニファクチャードバイザ・ユナイテッドステイツプレインカードカンパニーのアーランガ競売制で、メーカーはハウスオブプレインカードですね。それでは開封したいと思います。切れ目を入れました。だいぶずれてますね。よいしょ。中目は真っ白ですね。はい、何もなし。なんか前回も気になったんですよ、これこっち側のフラップがね、中面に折れ込んでますね。で、なんとブロンズの時よりもカッチンカッチンにくっついてますね。ブロックになって塊になってます。剥がれない、バリバリバリって言いますね。はい、剥がれました。ハウスオブプレインカードのロゴマークのカード、もう一枚がフランクフェイス。中身は全く同じって言いましたね。バック面も全く同じなんで、こうね、前回と同じです。さらっと流しますね。で、ハートのエース。2021年のスタンダード54枚と、はい、2021年のスタンダードと同じ厚みです。はい、ベリは悪いです。弾力の方はね、柔らかくて、これわりかしいいですね。柔らかくて反りとかが、なんか癖とかがないです。で、ちょっと浮き上がるぐらいの反りですね。フェース面とこうバック面あるとくっついていっちゃうんですね。はい、これを入れてみます。入っていかないです。ケース側からいきます。はい、スッと入るのでちょっと引っかかるけど、モダンカット仕様です。はい、ロンドンデック2012シルバーを開封しました。特に言うことないくらい、品質が悪いというくらいですね。で、こちらなんですが、補足情報として、ロンドンオリンピックは2012年の7月27日から8月12日まで開催されていたオリンピックの大会です。ってくらいですかね。それではジャンル分けします。2021年のスタンダードと同じ厚みです。で、モダンカット仕様だと思うんですが、かなり滑りの方が悪いですね。全体的にちょっと品質は悪いです。ロンドンオリンピックの、メダル風のね、感じになっているコンセプトデザインです。こちらの方は廃盤になっているのでレアレックになっています。で、各色1200個限定生産の数量限定です。ロンドンデック2012シルバーでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。